100均片手トレーニング、こんにちは、シーツハンサシーです。今日はダイソーの100均で見つけてきたトレーニンググッズを紹介します。これは手先トレーニングスナップボタンといって、こういう風に封筒に入ってます。裏がこんな風になってまして、本当は子供赤ちゃん用なんです。手先を器用にする養育教材みたいなもんです。100均にしてはおしゃれですね。子供用だから遊びながら練習するんですが、僕のように片手がない人は障害によっては難しいトレーニングなんです。遊びながら練習しよう。この100均商品シリーズで、なんと異なるトレーニングが全部で7種類。封筒に出し入れするのがトレーニングだったりして、青いフェルトでできています。手触りが優しい感じですね。これは服についたスナップボタンをつけたり外したりするトレーニングです。じゃあちょっとやってみますね。はいはい、片手だと押さえる手がないので滑ってしまう。はい、外せました。今度は逆のつける方。はいはいはい、繰り返します。はいな、どこせ、俺がさ、マックスでできる人はそれもいいですね。ちょっと早くなりました。ほらね。それでは封筒の中へ入れてみましょう。封筒の入り口を開けてフェルトを入れようとすると、フェルトを掴んでる間に片手しかないから封筒の入り口が閉まっちゃって入れらんない。片手だけの人のあるあるですよね。あらら、これでも真面目にやってんのに。これじゃメインのボタンよりも封筒入れの方がメインのトレーニングになってねえか。片手ってほんと難しいのな。あー、いけた。封筒に入った。どうだったでしょうか、今回の動画。片手の人だけじゃなく、片手の人って大変なんだなって分かってくれたら嬉しいです。100均シリーズまたまたあります。楽しみにしていてくださいね。じゃあまた、バイバーイ。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust.